はいどうも皆さんこんにちは、 P3 チャンネルです。今回は熊本県関谷ヒルズホテルで開催されるヒルズマーケットにたくさんの仲間たちと行ってみることにしました。ヒルズマーケットとは九州発信のモーターサイクルイベントで、北は関東、南は沖縄からカスタムショップやアーティスト、アパレル等が大集合するイベントとなっています。いやー、たくさんの仲間たちとモーターサイクルイベントに参加するのは本当に久しぶりなのでワクワクしています。今ご覧いただいているのは九州自動車道下り木山パーキングにて待ち合わせ集合している風景でございます。今映っている車両だけでもすでに17台を超えていますが、次の広川パーキングにもさらに車両が大集合する予定となっています。それでは次の待ち合わせ場所、広川パーキングを目指します。春の菜の花と柔らかな風がのんびりとしたアクセルワークを誘います。皆さんとても楽しそうに走っています。続いてこちらは福岡フリーウェイの仲間たちです。年末の走り納めツーリング以来の集合です。みんな久しぶりの再会を喜んでいます。おーいゴリくん、テンション上げ上げですね。それでは次の目的地、広川パーキングに到着です。すごいにぎわいですね。たくさんの魅力的な車両が集まっています。まるでちょっとしたミーティング会場のようです。インスタグラムのフォロワーさんとも出会うことができました。とても味のあるアーリーショベルに乗ってらっしゃいます。渋いですね。こちらは YouTube T2 チャンネルのたっちゃんです。なんとズボンが派手に破けちゃってます。彼のチャンネルもよろしくお願いいたします。だんだん慌ただしくなってまいりました。出発準備完了です。それでは皆さんとイベント会場を目指しましょう。さまざまなチョッパーが颯爽と駆け抜けていきます。いつも言っていますが、かっこいいライダーを見てると心が前のめりになっちゃいますよね。T2 チャンネル、風圧でさらにズボンが破れていきます。いやー、えらいことになっちゃってますね。続いてこちらは YouTube タコ足チャンネルの橋本くんです。彼のチャンネルもよろしくお願いいたします。みんな同じゴールをめがけて走っていきます。共に走るバイカーたちの中にじわじわと一体感が生まれていきます。南関インターに到着しました。ゴールはもう目前です。北と南からたくさんのバイカーがこのインターに降りてきます。ヒルズマーケットの会場に到着しました。各地から集まったたくさんのバイカーで入場の列ができています。すごいにぎわいですね。思った以上の盛り上がりです。会場ではソーシャルディスタンス、マスク着用で楽しんでいきましょう。駐車場のバイクを見ているだけでも十分楽しめそうです。この続きはまた次回お送りいたします。最後までのご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。